こんばんは。6時のニュースをお伝えします。主婦である女性が義理の母にスマホの音声検索のやり方を教えようとしましたが、思わぬ事態が起きました。最近義理の母がスマホデビューをしたため、便利な機能である音声検索の仕方を教えようとした模様。ここで女性が、何でもいいのでスマホに話しかけてみてくださいと義理の母に言うと、最近川釣りにはまっていた義理の母が、ニジマスとスマホに話しかけました。するとスマホから、チンカスに関する情報は、チンカスに関する情報はこちらですと返答がありました。これには女性もびっくり。義理の母もたまらず、あらやだと一言。すぐに女性がスマホを手に取り、フリック入力でにじますと検索し、なんとか窮地を脱しました。この出来事を受け、女性は、間違えるにしても他なんかあったでしょと話していたとのことです。スマホからの返答は終わり。わかりました。ここで速報が入ってきました。速報です。先月から連続窃盗容疑で指名手配されていた立山翔一容疑者が逮捕されました。繰り返します。先月から連続窃盗容疑で指名手配されていた立山翔一容疑者が逮捕されました。立山翔一容疑者は、先月から連続して発生している窃盗容疑で指名手配されていましたが、本日昼頃警察に、この写真かっこよくないからこっちの写真にしろと一通の写メールが送られてきました。その写真がこちらです。変わってないか。この写真から立山容疑者は広島市にいることがわかる。近くにいた警察官が捜索し逮捕されました。逮捕された時、立山容疑者は、俺はもっと目元もくっきりしてるし、鼻筋はピンとしていると話していたとのことです。以上、ニュースを、お願いします。